柔らか頭軸やりましょう。今日は近くですね。分解パズル。この部屋全く見ていないぞ。ピースを選んでパズルを完成させて。組み合わせだね、これも。やりましょう。ボタンのみかな。ちょっと画面にはタッチできないんで。図形パズルでしょ？そこまで、難しくないと思いきやか。こうか。なるほどね。ミスがなければ、先に選んでしまうことで、形状を把握しやすくなるというのはあるかも。これ図形の向き、決まってんだ。なんというか、ひっくり返して自動的にやってくれるわけではないんだな。これと、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 縦か。これか。こっちもある。高さこれで合ってんのかなみたいな不安を時々感じるのですが。大丈夫？これで、こうか。まだある。いっぱいあるな。トンボ、トン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 。これ、そういうことか。これと、わあ。こんなにパーツが増えんのか。これはなかなか。おお、でもいきなりにしちゃ、まあまあなんじゃないかな。まだまだやれそうな感じはあるね。なんかパーツが一個一個結構小さかったから、タッチでやるよりは、意外と、このボタン操作で慣れた方が、早く、タッチで、というか、選べるようになるのかもしれないね。パンパン。柔らか豆知識。なんぞ。コインを10枚以上ゲットしたら、これまでのやつだね。何が出るかお楽しみ。とりあえずこの衣装コンプリートも目指していきたいね。ぐるぐる影。やりましょう。影と同じ絵を全部見つけて。全部？これ絶対後半重なってくるパターンでしょ。このいかにもね、一個だけでやっているかのように見せかけておいてね。後半になってくると複雑になってくるパターンや。これだ。これだ。最初の方は素早く感じね。うわぁ、そういうこと。これと、これだ。よし。勢いよく行く？勢いよく行くよ？勢いよく行った？素早く？違うんかい。違うじゃん。待ってくれ。このモコモコとさ、ちょっと、ミッキーマウスみたいな頭のやつの、組み合わせが、ややこしいのよ。ダメだ。これ一番今までできないかもしれない。なんだこの丸いの。これか。前半で頑張っていたつもりが、なんかもう貯金はゼロになったぞ。ゴリラー、ツボー。てかこれ、もうこんだけあったら適当に選んだら全部選べないか。という気もするんだけど。ちょっとこれはミスがでかすぎるな。400いかなかったんで、あとリベンジですね。3ミスが痛いよ、3ミスが。250を超えました。銀の明かりメダル3を差し上げます。にゅん。まだまだよ。レールつなぎ。これはなんか CM でやってたような気がするな。このレールの進む、列車の進む向きに合わせないといけないんでね。直進。こうか。そういうこと。あれ？そういうことか。こうだ。そういうことだね。また間違えた。同じミスしてる。もう。違うんだよ、だから。こうだね。こう、こうだ。こうだね。ティン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 。よし。こうじゃないのか。なんだこの簡単なやつ。こう。意外とシンプルに見せかけて難しいな、これ。いや、でも中級クラスだな、やっぱり。まだそんなに難しくはなかった。はず、なのだが。これもまだやれるな。なんというか慣れると、この曲がり角どういう風に曲がるかっていうのが、パッと頭に浮かぶようになると思うから、それで一気にやれそうだね。
金の上がりメダル1。お、また新しいのゲット。なんだろうね。SF メガネ。SF メガネ。スカウター的なあるか。どうしよっかな。なんか、ああ、こんな感じになるのね。なんか随分雰囲気変わったな。なんかずっと同じ格好なのも芸がないかなという感じだから、変えてみようか。視点選び。矢印から見るとどう見える?ああ、そういうこと。ああ、これだ。え?こっちか。あ?こうだね。こうだね。色のついた玉のやつは意外とわかりやすいはず。あ、間違えた。リクザマロン。ひょかーん。こうか。うわ、これ頭使うな。え?これまんまじゃねえか。正面からあなたが見たらどうなりますか的な。逆だね。こっちか。回転しすぎなんですが。回転しすぎなんですが。これか。ちょっと待って。連動させるのが難しい。は?は?え?これだよね。今赤色が来たやつ。くそ、回転が超むずい。これだろ。斜め前。斜め後ろ。ああ、違った、逆だ。これ、動くのが相当きついな。ああ、こっちもギリギリ届かなかった。宿題が2つになりました。お、そうか、これでようやくか。すべてのストレッチメダルをゲットしました。私。瞳がうるうるしています。素晴らしい。おめでとうございます。それに関しては特別何かもらえるわけじゃないんだな。全部金色になったら褒めてもらえるかもしれないか。よし。では、宿題1個目、ぐるぐるカリエリベンジ行こうか。まずね、全部400を取っておきたい。よいしょ。前半は素早くね。こうだね。カップケーキアポー。こう。回転が早すぎる。数が。よいしょ。この5個の中でどれがないのかを見た方が早いな。え、違うのか。うっそ。そんなバカな。こっちか。大丈夫、やれるよ。アセットはダメだけど、ちょっと急ぐくらいはあってもいいよ。これと、ちょっと、加算って見えないんだって。こっちでいいよね。よし。もう、これ、やり込んだらなんかロボットの形、すげえ覚えそう。これと、こっちか。まあ、俺のが早いんだってだから、これはあるだろう。こっちもあるだろう。さあ、これか。オッケー、600はいったね。1ミスが痛いな。オッケー。超柔らか、おめでとうございます。柔らかさが600を超えています。素晴らしい。それでは記念に、金の測りメダル2。やったね。一気に成長した。じゃあ次、視点選び行きましょう。こうか。まずこの辺の単純なやつはパパッとやらないとね。こっちだね。動いてるのに惑わされすぎず、左側にあると。こうだ。真正面。奥に緑。これがきつい。青色は今来たいです。土管の向き。今横向いてるこれか。これだ。ちょっと待って。今、左、これか。正面今紫、違う黄色で、これが紫だから、どれだ?こっちか。あ、違う。もう、今、正面、これか。どのタイミングで正面を向いたかっていうのを測るといいのかもしれないが。これか。これだ。割とそのまんまだった。これ、嘘。ギリギリ400か。最後なんかちょっとな。
あのミスをしないようにで、ひよった稼ぎ方をしたような気がするが。それでは記念に金の計りメダル、かろうじていったね。金の計りメダル星1コンプリート、おめでとうございます。素晴らしすぎて溶けちゃいそう。さらなる高みを目指してこれからも張り切ってまいりましょう。さあ、次のチャレンジへの扉を開く時が来ました。お伝えすることがあります。ワロを押してください。なんと、これはちょっと先に聞いておこうか。ん？うっそ、もう一個あったの。俺このストレッチだけでこの全パートをこなして 1年ぐらいやっていく予定だったのに、超ストレッチなんてあんの。ストレッチが全て金のメダルになったので超ストレッチをオープンしました。待ってくれよ、俺まだ金の星さんコンプリートしてないのに。てか一個も取ってねえのに。いきなり上級クラスの問題から始めるハードなストレッチ、ぜひチャレンジしてみてください。ああ、そういうことか。だからこれまでやってきたやつの、はい、上級からスタートドンみたいな感じでやっていくわけだね。それはもう超ストレッチじゃなくて本番じゃねえのか。まあ、そういった疑問はありますが、このストレッチの一段階上が解放されたというところで、どうしようかな。こっちから先にやっていくのもありかな。ちょっとメダルを稼い、よりね、上を狙うっていうのもやっておきたいけど、いくつかやってからまた超ストレッチに挑むみたいな流れでやっていくのもいいかもしれませんね。よし。では今回はここまでにしましょう。次回は、まあ、超ストレッチあたりも頑張ってやってみましょう。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。